ッキーとの因縁の対決第3戦の舞台は再びロサンゼルスに移り、力道山は謀略の罠にはまりタイトルを失う。力道山鮮やかに1本目を取った後2本目に入っております。力道の空手打ち、さらに組投げであります。ロープに飛びます。力道山パッとエプロンに落ちました。コーナーポストに頭を打ちか、力道山倒れ込みました。全く動けません。力道動きません。レフリー完走を行います。頭をひと高打ちました。フレッド・ブラッシーは突き上がっております。レフリー肘の状態を見ます。これを嫌う力道山、フレッド・ブラッシーが襲いかかります。チャンピオン力道山負傷しました。期待が割れました。レフリーはドクターをリング上に呼んでおります。これを嫌う力道山、しかし空手打ちは空を切っております。冒頭の空手チョップが空を切ります。フレッド・ブラッシー背後からまたも空手チョップ空を切りました。ドクターを呼んでいます。肘の状態を見ました。首を振っています。レフリー首を振りました。おっとフレッド・ブラッシーの手を上げました。レフリーレッド・シューズ・ズーナン、フレッド・ブラッシーの手を上げました。フレッド・ブラッシーの勝利を告げております。懸命な抗議、グレート総合胸にやることない力道山、力道を破る、力道山破れました。チャンピオンベルトを取りました。フレッド・ブラッシー王座奪還成功であります。力道を破る、力道山世界選手権の王座を失いました。